せい。時よ止まれ、クロノスの時。これは仮面ライダークロノスの力ポーズだ。お前たちの時は今止まった。にしても気合で食らいついてきてくれるじゃないか。潰しがいが多少はあるってところか。そして時は動き出す。オーマの力を手に入れたら、今まで苦しんだ相手にもまるで余裕じゃないか。楽しいね。ほんと楽しい。いや、歯ごたえがなくなりすぎるのも、いずれつまらんと感じるのかもしれんがな。仮面ライダー、ソードストップモーションジェネレーションズフォーエバー、第15話。最終章前編。この動画はチャンネルライダーヒロの提供でお送りします。さてとっとと始末するか。さよなら。力では勝てないから武器を落とさせて技自体をキャンセルさせたか。行くぞー。こんなのはどうだ。おやおや、ゲイツくん、幽霊は苦手かな。くそ、こんな時に体の震えが止まらない。バーカ、くさばれ。大丈夫か。あんたは休んでるんだ。ほう、龍騎か。守り抜いてやるよ、この世界ってやつを。なエクセルチャージ。はあ、だーった、うん、そんな。お前もいたか、ワイズ。お前らレジェンドも、もはや俺の敵ではない。ここにレジェンドが集まってきたってことは、そろそろ頃合いか。どういうことだ。なあ。オーマジオはかつてどうやってライダーたちを消滅させたと思う。あんた一体何が言いたいんだ。ライドウォッチを起動して歴代ライダーの元へ力は戻った。だから始めるんだよ、世界を絶望に叩き落とすでっかいことをな。絶望、歴史の分岐点。まさか。そのまさかだ。この瞬間をもって仮面ライダーは消滅する。さらばだ、ライダーども。オーマリーパー必殺撃。
なんだ？ライダーたちが消されていく。まだだ。オーマジオがかつて使用したライダーたちを消し去ったあの技、リーパーが使用してしまった。もはや奴を止める方法はなくなった。行くぞ。これは龍騎。俺消えちゃうのか。くそ、これが限界か。すまない、私たちにはもうどうすることもできない。気にすんな、もともと俺はもうこの世にはいない。ちょっと早まっただけだ。ただきっついな、ここで終わりなんて。俺さ、ずっとライダー同士で戦ってるのを止めてきて、やっぱすごく辛かった。でも他にもこうやってライダーがいて、人を守るために戦うライダーが俺だけじゃないっていうのが分かって、ほんと嬉しかったんだ。だから最後までみんなと戦いたかった。龍騎、あんたは生きてくれ。すまない、ダンヌ。これぞオーマの力、ライダーたちを滅ぼし新たな歴史を創造する力。この技を発動した時点で力を取り戻した全ての仮面ライダーは消滅。この世から消えた。もはやこの俺に立てつく存在はいなくなったということだ。これで始まる俺の時代が、すがすがしい美しい世界だ。これは、なんだ、この姿は。何が起こったんだ。力を一時的に使い果たしたんだ。仮面ライダーをすべて消すほどの大きな歴史改変を起こす技だ。オーマの力も無限大ではない。エネルギー切れを起こすと、一時的だがオーマの力が弱まって弱体化する。つまり、今ならオーマの力を使えない。だが一時的だ。しばらくすればまた元に戻る。それに脅威となるライダーたちは皆消えた。ちなみにお前らを残したのはなぜだと思う？ここまでお前らは俺の計画を散々邪魔してきたんだ。弱ったお前らの後、オーマの力なしで十分だ。ゆっくりいたぶって、あの世に送ってやる。はあ！テディ、君はすごい聖剣だね。いや、私は聖剣だよ。ねえ。ん？こいつ、なんてこと！君のお友達の命が惜しかったら、暗黒剣を僕にちょうだい。ああ、それか。
とりあえずありか教えてもらえたらそれでもいいかも。残念だが聖剣は選ばれた者にしか使えない。今の時点でお前の手にないなら手にする資格はないんだ。あいつどこ行ったんだよ。ん？あれは？デディ！変身！ストライク。ライドウォッチにしちゃうし、そんなのどうでもいいんだよね。話が通じない。ほら早く。コウタロウ、え？てや。あなたは？セイバー、君に紹介しよう。彼が私の相棒、野上コウタロウ。仮面ライダー入電王だ。ったく、オーナーの言う通りだったな。混乱に乗じて時の運行を乱す奴らも出てくるって話。パトロールしといて正解だったよ。本当はこの世界のライダーたちを巻き込みたくはなかったんだけど。いや、テリーから聞いたよ。君がコウタロウだね。コウタロウ、すまない。敵が多くて結果的に彼に頼ってしまった。気にすんなよ、テリー。敵から接触してきたんなら仕方ないって。あんたはこの時代の仮面ライダーか。よろしく。いやいや、俺の友達を助けてくれてありがとう。こうなったら一時撤退かな。凛太郎、必ず戻る。ん？なんだあれは。ワープホールだ。奴は逃げるつもりか。セイバー、力を貸してくれ。必ず守ろう。俺たちの力で。の前に。テリー。お！そっか。君の相棒だもんな。バイバーイ。逃がすか！新しい電王の力、見せてあげるよ。お前を倒して、世界を守る！なんだ？仮面ライダー。何か聞こえる。仮面ライダー。これは俺を呼ぶ声。仮面ライダー。どこから聞こえるんだ？仮面ライダー。仮面ライダー。ハオケ、俺に教えてくれ。この人々の声はどこから？仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダー。あのワープホールの先だ。人々の声がする。助けを求める声だ。テディ、なんか聞こえるか？いや、私には。何言ってんだ？この聖剣が、俺を導いているんだ。きっとこの先に、
救いを求めてる人々がいる。この声を、ほっとけないよ。待て、セイバー。この先であんたが負けたら、この世界自体がなくなるかもしれない。それでも、仮面ライダーを求める声があるのに、見てみるふりなんてできないよ。コウタロウ、彼は本当に強い男だ。力だけではなく、心の強さや優しさも持っている。彼を信じよう。まさか、お前がそこまで言うなんてな。わかったよ。俺、行ってくるよ。止めても行くんだろ？あ、俺たちはタイムパトロールを続けるよ。今回みたいなことが、また起きたらまずいからな。セイバー、グッジョブ。テディ、ありがとう。コウタロウもありがとう。よし。トーマ！ん？リンタロウ。必ず、帰ってきてください。僕も、メイさんやみんなも、あなたを待ってますから。ああ。約束だ。みんな、今助けに行く。ああ、ふん、泣き叫べ。ひざまずけ人間ども。世界を渡る橋の力で、たまたま見つけたこの世界。ライダーどもを排除し、王座につくオーマリーパー様へ、この世界を手土産にしよう。変身！よっ！し、この世界にも仮面ライダーがいたか。街にいきなり何すんだ、デッドマンズ。デッドマンズ、なんだそれは。はっ、みんな見えてる、バーシャンでーす。オルチ、そうじゃねえ、初登場しちゃいました。そんでもってこっちも初登場、イガラシエキ仮面ライダーアレイバーイ。あれ、いきないじゃん。はっ、わーお、ナイスホームラン。ふっ、はっ、いくぞ、俺っちにも戦わせろよ。何すんだバイス、せっかく初登場するんだから、俺っちと一気の紹介をしてあげたじゃん。誰に紹介する必要があるんだよ。てか、ちゃんと戦えよ。戦えるのは嬉しいけど、ソウジェネに出てたらもう嬉しいんだよ。俺っちたちの紹介しとかなきゃもったいないじゃん。はいはい、何言ってんのかさっぱりだけど、とりあえずデッドマンを倒すぞ。そうそう、俺ちあくまでから分かっちゃうんだけど、あいつデッドマンじゃないよ。え、じゃああれなんだ。俺ちも知りません。でも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 、あいつひざまけとか泣き叫ぶ人間どもとか言って人襲ってたから、あいつら悪者ですよね皆さん。言われてみればでしょでしょ。見てください、これが五十嵐ゆきちゃんのたくましい正義感、かっこいい。ああ、ふざけてるのか貴様。おお、一気怒られてるよ。俺じゃないだろ、人を襲ってるやつらで、しかもデッドマンじゃない新しい敵か。なんだかワクワクしちゃう。静かにしろバイス、俺はみんなを、家族を守る。行くぞバイス。へへ、そうこなくちゃ。湧いてきたぜ。どうした、おら。
所詮ボロボロのお前らなんてこの程度気持ちの問題で俺を止められるなんて無謀にも程があるんだよ。く、一般人が逃げろ。相互って子から聞いたよ。大丈夫。なんだと。そんなこと頼むのは酷って分かってるんだ。でも、もう頼れるのがあんたしかいなくって。ほんとごめん。俺の守りたかった世界、友達の笑顔を守ってほしいんだ。変身！なんだと？ギリギリまでウォッチを起動していなかったがゆえに俺の技を免れたか。クーガー！ババデデボキクーガーはっあらくっはっしっわりゃーあこげすグラマルスマバリンジョベグクーガー